LGBT 法可決成立、自民終了、自民終了、はい、自民終了、自民党古谷圭司議員、騒いでるのは一部のネットウユだけ、秋ぐらいはみんな忘れてる、こいつ調べたら一般社団法人のですね、LGBT 理解増進会顧問で、そこのマニュアルとでも言うべきですね、そうだったのが LGBT、歴史的な第一歩を共に踏み出そうっていう本の編著者でした、つまりバリバリの関係者、当事者、利害関係者、そうだったのが LGBT を全校生徒、全部の生徒に配るとなったら、編著者にも莫大な印税入るんじゃないですかね、ガチの利害関係者がですね、自由民主党性的指向、性自認に関する特命委員会の委員となって、堂々と自分に利益誘導ってダメなんじゃないのこれ、自民も公明も選挙でボロ負けすっといな、両方合わせてもですね、過半数いかないぐらい負ければですね、維新あたりと自公委連立するしかなくなるもんね、あるいは国民あたりと自公国連立、そうすると今回のこれもご利用ししたつですね、公明党の発言力が低下しますね、あと公明党の議員減ればですね、発言力低下するし。